ジョー・ヘンダーソンはアメリカのジャズミュージシャン、テナー・サックス奏者。ヘンダーソンはその輝かしい40年以上のキャリアの中で同時代の多くのアメリカの一流プレイヤーと共演し、ブルーノートを含むいくつかの主要なレーベルで録音を残している。ヘンダーソンはオハイオ州のライマにて5人姉妹と9人兄弟の大家族のもとに生まれた。音楽は彼の両親と兄のジェームズ。 t から勧められた。最初の頃は、ドラム、ピアノ、サクソフォン、作曲などに興味を持っていた。ケニー・ドーハムによると、ヘンダーソンの兄弟が通う学校の二人のピアノ教師、リチャード・パターソンとドン・ハーレスが彼にピアノを教えた。彼は、兄弟のレコードコレクションにひどく夢中になった。これは、地元のドラマー。 ジョン・ジャレットがヘンダーソンにレスター・ヤング、スタン・ゲッツ、レクスター・ゴードン、チャーリー・パーカーの音楽を聴くようにアドバイスしたのに影響を受けたらしい。彼はフリップ・フィリップスやリー・コニッツ、ジャズ・アット・フィルハーモニックの録音も好んだ。中でもパーカーから最も強いインスピレーションを受けた。彼はハイスクールのハーバート・マーフィの指導でサクソフォーンを始めた。この時期に彼はスクールバンドや ロックグループのために、いくつかの楽曲を書いている。18歳の時、ヘンダーソンは50年代のデトロイトジャズシーンで活動し、ニューヨークから訪れた、スタープレイヤーとジャムセッションで演奏した。ウェイン州立大学のフルートとベースの授業を受けながら、テール音楽学校で名声のあった、教師ラリー、ティールの指導のもとで、サクソフォーンと作曲のスキルをさらに伸ばした。 1959年暮れに、自身初めてのグループを作った。ウェイン州立大学在籍時、多くのレスター・ヤングのソロを真似て暗記し、彼の担当教授に完璧にものにしたと信じさせた。クラスメイトのユセフ・ラティーフ、バリー・ハリス、ドナルド・バードは、疑いなく特別なインスピレーションを与えた。彼は、ケンタッキー州立大学でも音楽を勉強した。 彼は1960年から1962年の2年間を米軍で過ごした。最初の認知、ベニング基地にて軍のタレント賞のコンテストに参加し、1位の座を勝ち取った。そして、ベルボヤ基地で兵士イモンの世界ツアーのメンバーに選ばれた。パリにいた時彼は、ケニー・ドリューとケニー・クラークと知り合った。そして徴兵を終えるためメリーランドに送られた。 1962年に退役し、すぐにニューヨークに移動した。彼は初めにサクソフォン奏者のジュニア・クックのところで、彼にとってかけがえのない指導者であるトランペッターのケニード・ハムと出会った。ある晩、彼らはバードランドで演奏していたデクスター・ゴードンに会いに行った。ヘンダーソンはゴードンからリズムセッションに加わって一緒に演奏しないかと尋ねられた。言うまでもなく、 彼は喜んで承諾した。ヘンダーソンの初期のレコーディングはハードバップの強い影響を受けていたが、彼の演奏はビバップだけでなく、リズムブルースやラテンアメリカミュージック、そしてアバンギャルドの様式も持ち合わせていた。まもなく彼はホレスシルバーのバンドに参加し、ヒットアルバムソングフォーマイファーザーで画期的なソロ演奏を提供した。 1966年にシルバーのバンドを去った後、ヘンダーソンはフリーランスに戻り、ケニード・ハムと一緒にビッグバンドを弾いた。彼のビッグバンド向けの編曲は1996年のアルバムビッグバンドのリリースまで録音されなかった。1963年から1968年にかけて、ジョー・ヘンダーソンは5枚の自分名義のアルバムを含む30枚。 近いアルバムをブルーノートレコードに残している。その録音は彼の初リーダーアルバムであり、比較的に保守的なハードバップのセッションのページ1からインナーアジア、モード4、ジョーのようなより前衛的なセッションに及んだ。さらにブルーノートで他の演奏者がリーダーを務める歴史的なアルバム、例えばホレスシルバーのソングフォーマイファーザー、ハービー・ハンコックのザ・プリズナー、 リー・モーガンのヒット作、ザ・サイド・アイ・ンダー、ピアニストのアンドリュー・ヒルの、ブラック・ファイヤー、ポイント・オブ・デパーチャー、ドラマーのピート・ラ・ロカの、バスラなどで、卓越した役割を演じた。1967年には短期間ではあったが、ハービー・ハンコック、ウェイン・ショーター、ロン・カーター、トニー・ウィリアムスを擁するマイルス・デイビス・クインテッドに参加した。しかし、 このバンドでの録音は行われなかった。その後、ヘンダーソンの順応性と折衷主義がより強く現れるようになる。1967年、ヘンダーソンは、オーリンキープニュースが新しく作ったばかりのレーベル、マイルストーンレコードと契約し、彼の経歴は新しいフェーズに入った。ヘンダーソンは1967年から1968年の間に、 フレディ・ハバードと共にジャズ・コミュニケーションズを率いた。さらにハービー・ハンコックのアルバム、ファット・アルバート・ロトゥンダに客演した。この時期にヘンダーソンは、ジャズ・ファンク・フュージョンやスタジオ・タ・ジューロク音、電子音響といった、新しいものを経験した。また、パワー・トゥー・ザ・ピープル、インパース・オブ・ブ・ブラックネス、ブラック・ナルキッソスといった楽曲及びアルバムタイトルは、彼の政治。 社会への関心の高まりを反映している。この時期の最後のアルバム、ブラック・ナルシサスも1947年のパウエル・プレスバーガーの映画から名付けられている。1971年、ブラッド・スウェット・ティアーズに参加した後、ヘンダーソンはサンフランシスコに移動して講義を行うようになった。彼はレコーディング及び演奏を続けていたが、 次第にジャズの聴衆からは評価されなくなった。スチュアート・アームストロングによる晩年のジョー・ヘンダーソンを描いたリノニウム・カがしかしグリフィス・パーク・バンドやチック・コリアと共演したアルバムあの頃のジャズをきっかけにヘンダーソンは1980年代を代表するリーダー演奏者となった。熟練した多作の編曲者である彼は スタンダードと彼自身の初期の曲の再解釈に集中するようになった。1986年、ブルーノートは彼にジャズシーン復活の最前線の役割を与え、ニューヨークのビレッジ・ヴァンガードでアルバム、ビレッジ・ヴァンガードのジョー・ヘンダーソンボリューム 1& ボリューム2という2巻のアルバムの録音を行った。ロン・カーター、アル・フォスターを要したこのアルバムは、 1957年にソニー・ロリンズが同じレーベルで録音したビレッジ・バンガードでのライブアルバムで採用したテナートリオの形式を再現したものであった。ヘンダーソンはセロニアス・モンクのアスクメ・ナウをバラードに仕立てて、その7、8年間の彼の基本的なレパートリーにした。イタリアの独立レーベルのレッドレコーズでチャーリー・ヘイデンとアル・フォスターとライブトリオを組み、アン・イブニング・ウィズ。 ジョー・ヘンダーソンをリリースした後、ヘンダーソンは大きな転機を迎えた。バーブが彼に注目し、1990年代の初めに彼と契約を行ったのだ。バーブはヘンダーソンのレコーディングにソングブックアプローチを適用し、大々的に広告キャンペーンを打った。そしてヘンダーソンをコンテンポラリージャズシーンの第一人者に据えることに成功した。 1992年の彼の復帰作である、ラッシュライフは、商業的に大きく成功し、マイルス・デイビス、アントニオ・カルロス・ジョビンのトリビュートアルバム、ジョージ・ガーシュウィンのオペラ曲を取り上げた、ボーギーベスを続けてリリースした。2001年6月30日、ジョーヘン・ダーソンは、廃棄種の闘病の末、心不全で亡くなった。64歳ボーツ非公式版、ありがとうございます。